ジェイソン・トゥルイット・エドワード・ニックスは、アメリカ合衆国、テキサス州ダラス出身のプロ野球選手。ウトウミギウ現在は、フリーエージェント。2位、レインスもプロ野球選手。レインスも、フィジカルアビリティの高さから、かつては期待されていた。2001年、全米高校代表チームに選出されるなど、アマチュア時代から注目を集める。 2001年6月5日の MLB ドラフトコロラドロッキーズから2巡目指名を受け、6月14日に契約成立。この年からルーキー級パイオニアリーグのキャスパー,ゴースツでプレーを、始め、め42試合で打率、294出塁率、379の高成績を上げる。2002年は A 級アッシュビルツーリスツで14本類が14投類、14盗塁。 2003年は A、バイセーディア・オークス級で21本類が24、盗塁。さらには、カリフォルニアリーグのベストディフェンシブセカンドベースマンに選ばれるなど、1段ずつ着実にステップアップしていく。2007年は、AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで124試合、打率。292.11本類が58打点、出塁率。 342オプス、793.24、盗塁。シーズン終了後の11月、台湾で行われた第37回アイブフ、ワールドカップでは打率、387と活躍し、アメリカの金メダル獲得に貢献、大会 MVP を受賞している。2008年は、スプリングトレーニングで結果を出すと、チームがキャンプ最優秀選手に贈るアビーグリアー賞を受賞。 ヒューストンアストロズに移籍した松井和夫の後釜として開幕ロースター入りを果たす。4月1日の開幕戦において8番打者、二塁手としてスタメン起用されメジャーデビュー。翌2日、ラススプリンガー投手からセンター前に初安打を放った。4月25日まで打率、111出塁率、216オプス、349と不振に陥り、 マイナー広角になったが、トリプル A 級コロラドスプリングスでは64試合、打率。300、出塁率。369オプス96、962.9、投塁と盛り返し、7月23日、最終24人目のメンバーとして、北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表チームに選出。8月23日に行われた日本代表チームとの3位。 決定戦では2番にいる一種としてスタメン起用されアメリカの銅メダル獲得に貢献した。10月15日に FA となった。2008年10月30日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2009年は94試合に出場し、12本類打32打点10盗塁打率224だった。2010年6月18日に ディーフとなった。2010年6月24日にウェーバーでクリーブランドインディアンスへ移籍。2011年3月29日に金銭トレードでトロントブルージェイズに移籍。ブルージェイズでは低打率に苦しみ、シーズン途中でトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズに降格した。7月2日にディーフになり、そのままシーズンを終えた。10月6日に FA となった。 2011年11月23日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。2012年5月3日にメジャーに昇格。同年は内外や守れるユーティリティプレイヤーやバント要員として重宝されヤンキースの地区優勝に貢献した。2013年オフの12月2日に FA となった。2014年1月9日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。 3月28日に、金銭トレードで、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。開幕後は18試合に出場したが、5月12日に40人枠を、外れ、トリプル A 級、リーハイバレー・アイアンピックスへ降格した。5月13日に、FA となった。5月17日に再び、レーズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級ダーラムブルズで54試合に出場し、打率。 274.3本類が16打点12盗塁だったが8月1日に放出された8月3日にピッツバーグパイレーツと契約した8月25日にディーフとなった8月28日にウェーバーでカンザスシティロイヤルズへ移籍したオフの11月25日にマイナー行きを拒否し FA となった 2015年2月17日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。5月16日にトレードでフィラデルフィアフィリーズに移籍したが6月23日に解雇となる。ベースボールアメリカ市の有望株リストでは2004年版94位にランクされたこともある。本来、打撃力に期待を寄せられていた選手ではあるが伸び悩み、マイナー暮らしが長く続いた。 スピードがあり、小技も効くので、2番打者に要求されるツールを持ち合わせてはいる。守備力に優れ、特に読みの鋭さが高い評価を得ている。トリプル A 級コロラドスプリングス時代に打撃コーチを務めていたカーニー・ランスフォードは、私が見てきた中では最高の2類守備だと太鼓判を押す。2001年は全試合遊撃手として出場したが、2002年から2類手にコンバート。 マイナー7年間の通算成績は打率256出塁率326オプス725.102盗塁。ありがとうございます。